では再開していきます。メトロイドプライム2ダークエコーズやっていきたいと思います。ワホイブッチーです。前回はこちらですね、ライトエーテルに今いるんですけど、ダークエーテルと行き来しながらトーバス聖堂の前までやってきました。で、前回ね、最後に手に入れた新しい能力がアームキャノンかな、チャージコンボ、スーパーミサイル。スーパーミサイルはパワービームとのチャージコンボです。一発につき5発のミサイルを消費します。連続発射は不可能です。このスーパーミサイルはルミナスのテクノロジーだが、なぜか超ゾのものとよく似ていると。ということで、一発ちょっともったいないけど、うどーんと。まあ、お決まりのね、チャージコンボだね。スーパーミサイル一発で5発の消費をしますが、超ゾ製に似ているスーパーミサイルらしい。あ、で、これか。グリーンゲートは、ですよねー。よかった。グリーンゲートは、相変わらずチャージミサイル。チャージミサイルじゃねえや。スーパーミサイルで壊すっていうのは、スパメトからのお決まりですね。これでよし。先に進める。ここは？またあれ、あいつがいるんじゃないのかな？そうだね。そんな感じするね。ルミナスの記録ホログラムを確認しました。今回は緑色だ。腕組んどる。我が名はアーボク？アーボク？このトーバスの聖堂に最後の時まで留まった見守り役。我がメッセージをルミナスの明日のために戦うそなたへと残さん。見るがいいこのありざまは、この聖堂はイングとの戦いによって傷つき、汚れ、美しき姿は失われた。神殿は隕石の衝突により深い水の底に沈み、そのあちこちに次元のひび割れを抱えて眠っておる。この聖堂の光を再び灯すには、汚れた水の大内、闇のトーバスへとこのひび割れから立ち入らねばならぬこともあろう。それは暗き聖堂に至らんがため、すなわち闇のトーバスの地に散らばった三つの鍵を手に入れるには避けられぬ道へ。また三つ鍵を集めなきゃと。そなたが道を進めるよう、緑色のホログラムならば解読し、ルミナスの扉を開けるよう、トランスレーターファイルを今改めた。緑が開けられるようになったと。暗き神殿より星のエネルギーを取り戻し、この地に再び光が戻ることを信じておる。さあ、心して行くがよい。今回は緑色だったね。この勇ましきものにエーテルの光あれ。これでエネルギー、ああ、やった、ありがとう、エネルギー補給してくれた。ミサイルも補給してくれると嬉しいな。こいつだったんじゃないのかい？スナッチ完了以前に絶命した。空間のほころび。混乱の中、我らは奇妙なことに気がついた。エーテルの各地に空間の歪みが応じ、多くの物体が次元に溶け込み原子を分裂させていた。しかし破壊されたエーテルの復興と半分になったエネルギーの問題を抱えた我らにはそれについて調べてる余裕はなかった。とりあえず、これにて、ここでのやることは完了かな。よし、戻ろう。闇のエーテルを、闇のエーテルじゃない、闇のトーバスをいろいろ探し回ろうじゃないか。スーパーミサイルも手に入ったし、グリーンゲート開けられるようになったからね。この緑、これ何にするんだろう。エレベーター、神聖なる大地の下、次なる道がその後は待つ。エレベーターになったちょ、え、これ、パープルって何なんだろう？パープルシールドって何なんだろう？沈みと力が我らの平和に導く。これさあ、あ、待って、グリーンゲート。あー、なるほどね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。一回さ、待って、ダークの開けられる道が、あるよね、あるよね、あるよね。これさ、ここでさ、戻るじゃん。ここ戻るじゃん。この辺も、
いけるよね。よし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 。お。よっしゃー、ミネタン。絶対あると思った。絶対あると思ったんだ。これでよーし、エネルギータンクゲットで、ここは、スーパーミサイルでぶち開ける。あ、ミサイルがない！あー！やっちゃったー！ミサイルがないよー！左上はパープルで開けられないし、まっすぐでもいいけど、とりあえず右じゃない？多分ここセーブでしょ？多分セーブかマップじゃない？そんなことはなかったわ。あ、やだ、お前。むしむしむし。むしむし。お？セーブだと思ったのになんか違った。ここがセーブか。違う。全然違う。え？それらしきものがない。またフェイゾンがあるし。何の部屋だろう、ここ。でっかいけど。え！またこいつらか。パイレーツたちだよね、また。何それ？シールドで突っ込んでくるのか。何こいつら？コマンドパイレーツ。多層な武装を持ち、全距離での戦闘に対応可能。シールドはほぼ全ての攻撃を無効化する。コマンドパイレーツは対ハンター戦に特化した兵員で、遠近距離戦の両方に対応した最新鋭の武装を身につけている。へえ。そんなこと。携帯式バリアシールドはあらゆる攻撃を無効化しますが、長時間の維持は発生装置に負荷がかかりすぎるため対応できない。あ、なるほどね。そんなずーっとつけてられるものではないんだ。ありとあらゆる攻撃に対応ができるらしいが、闇の力の前には一発で終わるという。ドーン。ダークビームのチャージショットがさ、刺さりすぎてるよね。オッケー、オッケー。ダークビームがさ、ライトエーテル側の敵に対して弱点すぎるでしょ。これ何？あ、ログブックか。イングの襲来。あ、これ戻ってきちゃった、さっき。ポータルじゃん。ダークエーテルにつながるポータル。さあ、闇側に来たけど、これさ、うわぁ、なんかすごい場所だね。よし、行こう。いや、ここのさ、水は、汚れてるから、やっぱり入らない方がいいんだよね。なにこいつ？ハンターイング、イング種族の特殊上級生態。個体数は多くない。なんかクラゲみたい。とりあえず、扉の方、あ、ここっぽい。ここっぽい。エネルギーにまだ、余裕はあるが、あ、やった、セーブポイント。ずっと探していたセーブがこんなところに。よし。あ、これあれじゃん、ないやつじゃん。別次元にあるやつ。痛いよー。こいつでもさ、闇側のやつだよね。こいつ闇側だよね。え？あー、あーわー、うねうねしてるー。気持ち悪いよー。え、崩れたんだけど。崩れたんだけど。崩れたんだけど。簡単に崩れやがった。ちくわブロックじゃあるまいし。あ、鍵あった！あれ？強いイングじゃない？あれ。早っ！あいつ！あいつあれだよ！ブーストボールだ！ブーストボール。ルミナスの、あ、猛毒ガスいっぱい吸っちゃったってやつか。めちゃくちゃ早く逃げてったんだけど、あいつ。あれ？これ水の中もしかして。そんなことないよね。ほら、出てこいよ！前、新しい能力を、ブーストガーディアン。なんか上からになっちゃう、上から視点になるんだけど。いた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 、ブーストガーディアンだ。
あー、もう。オッケー。ブーストボールを吸収したイング。攻撃を受けるとブーストボールの能力を使用。高速移動攻撃を行います。ボールにはボムが有効です。なるほど。ブーストボール使用時にはダメージを与えられない。ただし、繰り返し衝撃を与え続けることで5本足状態に戻せる。なるほど。とりあえずダメージを与えるには今しかない。しかもここあれじゃん。体力回復する場所ないじゃん。いてードーン、よし。ダメだ。今あれか。これブーストボール状態か。早い。めちゃくちゃ早い。めちゃくちゃ早い。この状態の時はボムだよね。ボム形態。ボム形態。ボムを置きまくれ。めちゃくちゃ早い。つか、超強い。よし。めっちゃ強い。違う。ライトにした方がいいかな。めちゃくちゃ強え。ほら。え、ちょっと待って。めっちゃ強いんだけど、こいつ。よいしょ。オッケー。あ、エネルギー。あった。エネルギー。これ、壊してもらいたいな。ナイス。金エネルギーが落ちてるのはでかいんだけど、お前めちゃくちゃ強いな。オッケー。ギリギリ。エネルギー回復の金が出るのがめちゃくちゃいい。痛いよー。待って、スーパーミサイル使おう。やばい、エネルギーがもうない。いやー。きついな。きつすぎるな。いってーよー。常にダメージは食らい続けるのに。これはきついな。これ、壊せたりしない？しないか。よいしょ。もうミサイルもなくなっちゃった。やばーい。あ、強かった。システムエラーって。強かった。近い。どこ行った？こいつじゃなくて、前ちょっと邪魔。よし。ほら、当たれ！いいぞ。よし。ここに隠れてよ。こいつらがな、ちっこい奴らがめっちゃ襲ってくるんだよな。痛いよー。はい。よし。いいぞ。これ全然当たってくれないんだが。当たり。痛い。いいぞ。ちょっと体力やばいけど。ちょっと体力やばくなってきたけど。早くね、こいつ。よし。もうエネルギーがない。やばい。大ピンチ。よし。オッケー。痛すぎ。まだ？まあ、爆発が間に合わないか。強いなぁ。オッケー。やっとだ。いやー、マジでやばい。これ、きついなぁ。金エネルギー出た。ギリギリすぎる。金エネルギー。よし。なんとか。金エネルギーが出てくれるおかげでなんとかなる。あー、てか、やばい、ライトアームがない、今度は。ミサイルを食らえ！よっしゃ強ブーストガーディアン。めっちゃ強かった。危ねえ。いろいろ落ちてるけど、とりあえず回復しよう。とりあえず回復。
よーし、新しい能力。なんか中に青い線が入るようになったね。ブーストボールを獲得。モフボール状態で B を押し付けてチャージして離すとブーストする。来たねー。モフボールのブーストボール。モフボールに加速機能を追加した状態がブーストボール。ハーフパイプだね。ハーフパイプ上の地形で使えばより高い地点へ一丁上昇できる。あれだね。U字になっているパイプのことだね。これ、壊せるよね。OK。てか、こうやって、あれなんだね。こうやってさ、ブーストボールじゃないと壊せないみたいな壁があるんだね。ここだね、ハーフパイプは。よいしょ。これで移動が楽ちんになるよ。ブヨーンと。はい、制動機ゲット。これ、中入れるの？これで移動はだいぶ楽になるよ。よいしょー。よいしょー。ほい。これでねー、マジで移動はすごく楽。みょーんと。で、帰り道のここだね。みょーんと。素早い移動が可能。ライトアモが一発もなーい。ちょーん。みょーん、よーんと。みょーん。いいね、これ。みょーんと。みょーん。よし。とりあえず、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。また次回のパートでお会いしましょう。よければチャンネル登録、高評価もお願いします。バイバイ。